はい、こんにちは、ドブです、えー。今日はですね、ちょっとあの、BMSG 追っかけとしては、スカイハイさん追っかけって言った方がいいのかな。えっと、クラストレンドに、スカイハイさんが b ースト紅白歌合戦出場の意味と AAA 時代に感じたことっていう記事を書かれていて、ちょっと興味深かったのでご紹介です。この記事はちなみにあの会員限定じゃないんで誰でも見れるやつなんですけど、 このね、スカイハイさん、日高さんが日経クロストレンドに連載があるっていうのちょっとこう、面白いですよね。日経クロストレンド、どちらかでマーケティング媒体系のイメージですけど、日経トレンディの連載なのかな、これ。で、あの、まあ、紅白歌合戦ネタですね。紅白でまあ、すごいんだけど、最近ちょっと叩かれがちですよね。特に今回の紅白は、 発出出場が多かったり、まあ、あの、ワンピースの映画の、まあ、これはね、ま、あアドさんの歌はもう大ヒットしたから、ま、紅白選ばれて、ある意味、個人的には当たり前だと思うんですけど、その、歌が出るっていうね、この、すごいですよね。アニメのキャラクターのまま紅白に出るのは今回初めてらしいんで、まあ、そういうその、 初物も結構今回の紅白は多くて、まあ、今回ね、K-POP がちょっと多いのが結構一部から批判されてるんですよね。やっぱり K-POP 全然聞かない人からすると、なんでこんな人たちが紅白に出てくるんだっていう批判が多いみたいなんですけど、うん、なんか別の記事で見たのは、実はストリーミングのランキングでいくと、その、実はルーセラ・アビュムとか、アイブとかそういうところは、あの、 すごいランキング上位をずっといるので、まあ若い人にはずっと聞かれてるんだけど、まあ聞かない人からすると全然聞かないから、なんかいきなり紅白に出てくると、なんか大丈夫か紅白みたいになっちゃってる面があるらしいんですけど、結構今年はそっち側がすごい話題になってたから、なんか僕の中ではリーファーストが紅白に出るのは、まあちょっと当然と思ってしまってた面があるんですよね。でも、あの、まあ日高さんのコラムで、 まあ書き出しのところに、設立3年目の BSMSG に所属するデビュー1周年のグループが、国民的番組に出場することは、前代未聞の快挙であり、時代が動いていることの象徴といっても過言ではないだろうとか言って、そういえばそうだなって思ったっていう話なんですけど、b ー f i とデビュー前1年なんですよね。なんかちょっとすみません。僕、ちょっと BMSG& 日高さん追っかけをもう長くさせていただいてる、錯覚に陥ってて、もうなんか、 ーファスかなり前からあるグループのようなちょっと錯覚に陥ってます1年なんですよね。まあ、t h e f i のオーディションが、もう去年ですかね、言うてもね、まあ、なんかここら辺の時間間隔、ちょっと本当コロナのおかげでちょっとおかしくなってるなっていうのはちょっと改めて思いますけど、まあ、特に、まあ、ボーイズグループは、まあ、いわゆるこうね、大手事務所の関係で、なかなか音楽番組には出れないのであるみたいなこう、ことしやかな噂が、 ある時代が続いていましたから、まあ、本当にこの結成1周年のボーイズグループが紅白出るというのは確かにすごい快挙ですよね。まあ、今回はね、ちょっとその歌が出すとか、ルー・セラフィムとか今年結成されたばかりで、まだ日本語の歌はリリースしてないのに出ちゃうとかだと思う。これもうあの何歌うかが出てて、 ルーセラフィウムも、まあ、フィアレスのジャパニーズバージョン、ジャパニーズバージョン、多分まだ出てないと思うでここが初披露みたいな感じなんだと思うんですけど、みたいなのがちょっとその、ありすぎて、すっかり忘れてたんですけど、b <laughs> 1フーファーストはすげえ快挙だったっていう、すみません、あの話ですね。で、個人的に印象深かったのは、やっぱスカイハイさんからすると、やっぱ紅白に出るっていうのは特別だっていう話なんですよね。 ご自身が出たときにも、あの自,分は自分は実はヒットしてる感覚がない状態で紅白に出させてもらったんだけど、紅白出場という権威による実態を得たことで、世間の風向きが変わっていく感覚を感じましたっていう。これはもうやっぱ紅白に出たことがあるアーティストの方しか分かんない話だなと思うんですけど、今回だから、まあ、b ファーストは多分その当時の日高さんよりももうすでにヒットしている事実はいっぱいあるんですよね。まあ、ランキング上位も。 りまくってるし、まあ、海外のね、ホットオレングティングとかに入ったりとかっていう意味での、その多分人気のレベルは当時の日高さんよりもでかいのが、紅白に出るとどうなるかが楽しみっていう文脈ですね。まあ、確かに言われてみると、米津さんとか夜遊びとか、まあ、ファンはめっちゃ多くて、今知ってる人はめっちゃ知っているっていうアーティストも、やっぱり。 日本全国区にはなってなかったと思うんですね。で、それがやっぱり紅白に出ると、まあ、うちの妻なんかもやっぱりあれすげえ一生懸命見てましたし、まあ、その影響でヨネズさんが紅白に出たあの美術館に今年行くことになりましたけど、みたいな、やっぱりその、まあ、大衆化マス化ある意味、その音楽っていう、こう、ストリーミングによって本当に好きな人しか聴かないから、その K-POP がこうやって紅白に出てくると批判が出ちゃうみたいな構造の、 状態で、唯一紅白がそういうその分断化しているこう音楽の趣味のコミュニティを繋げる存在。逆にそこに出ることによってもその新しいステージに行くっていうのがありそうだなっていう。今回ね、BE:FIRST は SHINING ONE を歌うみたいですけど、こんな感じの反応ならちょっと楽しみだなっていう。はい。 っていう、すいません。BMSG 推しのちょっと確認コメントで。まあ、このね、あの、紅白前にこういうの撮っとかないと、あの、ほら、行ったでしょって言えないから撮ってるって話なんですけど、はい、あの、他にもこんな話ありますよっていう、あの、ネタとかありましたら、ぜひツイートとかコメントでいただけると幸いです。ちょっと今年は、あの、紅白も、まあ、多分ね、あの、別の番組を見ながら、ダブルで画面つける感じになると思いますけど、紅白もちょっと注目してみたいと思います。はい、今日もありがとうございます。